宮本様を。あーどうも、くみひろです。酔っ払っておりますね。完全に酔っ払っております。なぜかというと、ちょっとね、今買い物行ってきてさ、で帰り道に酒を飲みながら帰るっていうね、もうちょっと疲れちゃってさ、疲れちゃってもうやるはーってなって、とりあえずね、まあ行こう。で今日は何するかっていうと、ルリちゃんの喜ぶ顔が見たい、そんなリクエストにお答えして、俺がね、やってきました。ザクシャインドロップめっちゃ集めてきました。で、プールにも行ってほしいっていうリクエストもあったので、ちょっとそれもやっておこうかなと、一緒に。うん、もうまとめて。で、これが終わったら、もう未公開シーンもいいの終わったので、もうラストのキャストさんのコメントを聞いたりしたり、あと、キャラごとのベストセレクション的な一枚絵のやつをやって終わります。最高。まあ、あと一週間もしないうちに終わっちゃうよ。何をするつもりだ。何、ごめん、聞こえなかった。ごめん。ちょ、俺喋ってから。ごめん。お待たせ。待たせちゃったかしら。とりあえず、ゲーセンに行こう。ね。うん。飛ばしてるけど大丈夫かな。とりあえずゲームセンター。そういえばそうだったっけ。あまり行ったことのない場所だけど。で、UFO キャッチャーのとこまで行こう。まあ、ちょっとサクサクと行こうね。まず格ゲーやるんだよね。で地味にコンボをつなげて勝つんだよな。まあ、ここまでは前と同じだから行くね。地味にコンボをつなげます。でね、ここなんだよな、 UFO キャッチャーだ。もう今日はね、あのカットしないから。まあカットしない理由は、今撮ってるのが11時15分っていうね、結構遅いので。簡単そうに見えたけど難しいのね。あ、そう、もう来たね。あどけない顔してあのクマ、商売上手ね。さあ、これをどうするか。代わりにやってみるって。やる。どこから狙うつもり？そうだな、同じところはダメだったね。逆サイドを狙うが結構いい感じがするな。同じところを狙うとやっぱりね。え、逆サイド。そこは難易度が高そうだけれど。お、いい感じじゃない？でも頑張って。頑張る。お、お、取れたんじゃない？一回で取れたの。こういうの得意なの。さ、来るか。え、この子くれるの？もちろんだよ。ありがとう。ちょっと可愛いかも。あら、もうこんな時間なのね。そろそろ帰る？待って。もう解放されてよ。250で。もう少し休もう。そうね。来た。急いで帰る理由もないし。マジで？ちょっと疲れたし。喜ぶ顔は見れなかったな。近くに公園があるから寄っていきましょう。あれ、もしかして違うの選んだら喜ぶのかな。いや、そんなことないよな。あ、ベンチが空いているわね。マジで？デート？そして、お、その先には狙ったかのようにクレープ屋が。これはせっかくだし一つ買いましょう。おごってあげたい。なんかカップルみたいで照れるけど。それ言うなって恥ずかしいだろ。美味しかったわね。たまにはこういうのもいいかも。さて、あ、そろそろ帰りましょうか。マジか。ほっ、おほほ。まだありますよ。ルリを送っていく。結構よ。子供じゃないんだし、一人で帰れるわ。ちょっと今日は誘ってくれてありがとう。それじゃあまた明日学校で。いや、ちょっと待ってよ。嘘でしょ。今、俺デートする子を999まで貯めたんすけど、ちょっと選択ですわ、ね、待って、これはカットしてもいいや。もういってらっしゃい。ごめん、12時過ぎたらごめん。カットします。これ中央やってみるか。中央行きます。正面突破ね、うまくいくかしら。さあ、こじ開けろ。あー、ダメね。でどうなの。残念、失敗だわ。やっぱり、ぬいぐるみの原価を考えれば当然の話ではあるけど。ダメかな。あのクマ、可愛かったわね。あ、やっぱ欲しかったんだろうな。で、休もうになって。そうね。一応ここまではあるんだね。んで、あ、ここだね、クレープがあって。同じだ、ここまでは。で、最後だ。美味しかった。ここ、送らないにしたらどうなるんだろう。送らない、やってみるか。それじゃ私はここで。ダメじゃねえ。今日は楽しかったわ。どっちもダメじゃねえかよ。あー、
ってことは、まあ、プールしかないのかな。まあ、一応喜んだよね、確かに。確かに喜びました。じゃ、プール行くか。なんかさ、俺の思ってた喜ぶとはまた違ったんだよね。もうなんか、ルリちゃんならぬ感じで、わいわいわいってはしゃぐ。まあ、はしゃがねえか。欲しかったな。で、プール。そういえばそうだったわね。じゃあ行きましょうか。さあ、ここで何が起きるのか。おお、人のことチロチロと。どこって、どこを見ているの。そんなの決まってるじゃないですか。うわー、これ言えねえ。ちょっと待って、腰か、腰にしとっか。ちょっとね、胸はね、行き過ぎ。顔も無難すぎ。腰だな。わざわざ見つめるほどメリハリのある体ではないと思うけど。幼女体型ペロペロ。もじもじと何か言いたそうだけど何？ごめん、全然もじもじしないんだ俺。水着似合ってるよ。おー、いいね。それを言う相手は私ではないと思う。くどいてこうぜ、ルリちゃんを。でも褒めてくれてありがとう。あー、何もなく終わっちゃうのかな。それじゃ早速泳ぎましょうか。お、でもその前に準備体操。そうね、来た来た。準備体操一緒にやらない？一緒になって。硬くなっている筋肉をほぐすのは怪我の予防だけでなく運動効果を高めるわ。運動効果。ちなみに体は柔らかい方を硬い方を。そうだな、今は硬いかな。極硬。まさかの選択肢。そんな単語はないと思うけど。ごっこ。言いたいことは分かった。鋼のようなです。鋼のような。これは手応えがありそうね。アストロン。じゃあ一緒に柔軟体操をしましょうか。行くわよ。え、ちょっと痛いかもしれないけど我慢して。はあはあ。ぎっこんばっこん言ってる。ぎっこんばっこん。はい、柔軟終了。これを毎日繰り返せばきっと柔らかくなるはずよ、骨レベル。いや、それ骨折してますからね。さて、それじゃあ早速泳ぎの練習を始めましょう。クロールしよう、クロール。何か練習したい種目はある？あー、でもな、ルリちゃんの後ろから、あ、犬ないのかよ。平泳ぎルリちゃんの後ろから見ようかなと思ったんだけど、あー、無難にクロールかな。それなら私でもアドバイスできるわ。クロールは息継ぎがコツなの。息は吸うより吐くことを意識して。吸うのは基本無意識にできるはずだから。ほうほうほう。クロールは息継ぎさえできればある程度上手に泳げるはずよ。そういうもんなんだ。さあ、私も少し泳ごうかしら。一応大会もあるし。バタフライで 50m を何本か泳いでくる。少し待ってて。あー、これバタフライ選択した方がよかったのかな。ちょっと待って。あ、泳ぐなって言われてたよね確か。泳ごうか。あ、終わり。ふう、久しぶりに泳いだわ。疲労感が心地いいわね。見てたわよ、結構楽しく泳いでいたわね。うわ、茶化してもよかったな。もう夕方か。おおお、これからどうする。まだあるよ、まだあるよ。寄り道しようぜ。たまには少しくらい寄り道してもいいわよね。だいぶ濃厚だね。水泳でエネルギーを消費したから少し休憩していきましょう。喫茶店来い、喫茶店来い。あ、公園か。そこのベンチが空いているわね。あれ、まさかこれはクレープ。ふう、違う。やっぱり体が鈍っているわね。ちょっと泳いだだけでこれなんて。こんな何気ない寄り道も。え？え？そろそろ帰りましょうか。ちょっと待って。今日はありがとう。しばらく泳いでなかったからいい気分転換になったわ。また明日学校で。じゃあね。ちょっと待って、ルリちゃん若干今いいわねとかさ、こういうのもなんかいい感じの雰囲気出してなかった？何何何、プールの方が正解じゃん。クマさん、ゲーセンはクマさん。あそこが、あ、でもクレーブンとこもよかったね。てかあれだね、解放が少ないね。やっぱり250と180だったね。おー、そうかそうかそうか。はい、ということでルリちゃんのお出かけはね、こんな感じになりました。まあこれは一応多分リクエストに答えれてるのかな。答えてなかったらごめん。答えてなかったらまたコメントくれ。うん。多分やると思うんで。そのね。別にあれだよ。全部の、あれや、選択肢やってくれとか、そういうのはダメだけどね。
うん、あの、デレサスっていう目的のあれね。よし、ということで次回もよろしく。あの、次回からほぼ終盤なので、まあもう、もはや終盤なんだけどね。よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。